プレミア得点王と大谷翔平 MLB ホームラン王はどっちがすごいのか。はてな？さすがに損よ。一緒くらいやろ。プレミア矢印イングランド、 MLB 矢印アメリカ。損やろな。大谷 MVP なんだからバロンドールクラスと比較しないと勝負にならんくね。サッカー知らんけど得点王より MVP の方がすごいんじゃないの？普通に大谷やろ、スポーツ史上最高のアスリートまでありうるわ。そんそれでなんぼ稼いだん？大谷翔平よりもらっとる？プレミア得点王って打点王レベルの価値やろ。その年の損がバロンドール何位だった？って話だよな。大谷はバロンドールレベル。大谷って何時やとずっと叩かれてるけど後半離脱してホームラン王はほんますごいと思うわ。よくサッカー知らんけど得点王みたいな周りの影響がめちゃくちゃ大きいタイトルって評価されるの？野球だともうあんま評価されないよな。得点王はめっちゃ評価されるよ。ホームラン王くらい評価されるよ。そもそもソン・フンミンはトップレベルなの？サッカー詳しくないんだけど間違いなくトップレベルやで。そら野球における大谷ほど突出はしてないけど、ヨーロッパ人が野球が散ったらアメリカも日本もあっという間に抜かれるからソン。日本がちょっとサッカーが散ったらヨーロッパがボコボコにされとるやんけ。いや昔からヨーロッパとは互角の戦いしてるけどね。南米に滅法弱いってだけで。サッカー日本代表は欧州より南米とか北米とかの方が苦手。サッカー選手の100位と野球選手の1位のどっちがすごいかって話やな。どっちもチームタイトルには縁ないし難しいなこれ。海外の反応動画見ると圧倒的大谷。ソンは毎年出てくるプレミア得点王でしかない。大谷は二刀流でやってる規格外の選手。大谷が比較されるのはバロンドール級の選手だろ。最高年俸で比べるのが一番な気がするわ。まあジャンル違い比べてもな。